ベニヤーンとは大阪府堺市にある総統州の寺院。ベニヤーンは総統州に属する寺院で、三号は天皇さんといい、本尊は十一面間世音菩薩である。大英年間に堺大将路在住の豪商ベニヤ騎兵がこの地に草案を建てたのが始まりとされている。五百十八年にボタンゲ小白が北雪の池だから戦乱を逃れて、 堺に移って、ベニヤの世話になり、ここに陰性し、以来、ベニヤの世、クレナイアンまたは、ベニヤーンと呼ばれるようになった。小白は、当時の裕福で経済力のあった、堺の商人たちから、文芸活動や生活を支えられ、彼らに、和歌や、レンガの指導を始めた。また、葬儀から始まる、古今伝授を受け継ぎ、堺伝授と呼ばれる系譜を作った。しかし、 その後、浄土蔵瀬徳が居住、諸州の友来をしたが、現来後、寺地も金谷右衛門の私有に返し、後輩した。1854年泉郡篠の田村影領事の住職、玉木慶光雲が、境付近に、宅発の際、東安の後輩を見て、これを惜しみ、一貫五百門目を出勤して、東安を譲り受け、自ら来住して、 大修禅を加えて、僧侶養請の法を講じ、十余院の僧侶を安住させた。堺の串屋町に住む土川茂平が、深く玉木景の幸風を勤募し、これを支援したが、玉木景が武蔵の世田谷の郷徳寺に転住し、後を継ぐものなく、再び廃案に返せんとした。1868年、玉木景が山次郎寺の強生寺に、小集するに及び、 土川と最高を加えで、て、本堂及び栗島を建立し、強制寺松として、皇帝の繭は祖前を住職たらしめ、維持の方を定めて1870年天皇さん、ベニアーンと交渉した。1872年11月時刻を、昇るし、相当州最高の格いである上郷王地となった。本堂主老社格行像。ありがとうございます。